Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwami です。よろしくお願いします。はい。新しい年を迎えてから、もう半月ほど経ちました。我が家はもうそろそろお正月モードね、解消という状態ですかね。で、ただ、昨年末に購入した、酒粕だったり、切り餅だったりがまだ残ってますので、まあ、残っててもね、別に問題ないんですけど、そういったものを、最近ね、着々と消費してってる状態です。はい。ですね、ちょっと悲しいお知らせというかね、分かってなかったことがあって、ちょっと共有したいなというふうに思ったりすることがあります。これ、業務スーパーで買った切り餅です。まだね、開封してからね、5日ほど、10日経ってないかなくらいなんですけども、この切り餅、個包装されたものです。個包装ね。こういうね、ビニール袋に1個1個入ってます。1年前、2年前とかは、このね、個包装されてないものを私買って、よくカビを生えさせてたんですよ。で、今年はね、ちょっと150円くらい、200円くらい高いのかな。高いもので、個包装されてるものを、買うと決めて買ったんですよ。そしたらなんと、まだね、10日間くらいしか経ってないんですけど、こういうものとか出てきちゃって、ってこうなるの？個包装されてるよっていう風にね、ちょっとね、思いました。うわー、こうなっちゃうんだ、個包装されてても、ほーってね、思いました。で、これ、業務スーパーで買ったアイリスフーズから出てる、切り餅です。国産のもち米使われてるものを買いました。まあ、純日本っていうね、名前だからね、もちろん、純日本ですよ、純日本。うん、純日本って書いてありますね、純日本。ね、国産のもち米だし、やっぱり日本で作られてるんだろうなと。思うんですけど、それでもこうなっちゃうんだなぁと、驚きました。で、保存方法のところよく見ると、直射日光高温多湿は避けてください。外袋を開封すると品質は保持できません。開封後は、密封し、冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください。温度変化により餅、個包装の内側に水滴ができることがあります。品質上問題ありません。賞味期限は未開封の状態で、表示されている、保存方法で、保存した時に美味しく食べられる期限ですと。賞味期限2024年、8月となっております。まだ、この袋をね、開封してからね、10日経ってないと思うんですけど、10日経ってないですね。でもこういう風になっちゃったりするんで、皆様、油断せず、このソフト袋をね、開けてからはもう速やかにね、食べないとこういう風になります。包装されてるされてない関係なく、やっぱね、外袋を開けたかどうかですよね。ちょっとね、個包装されてるからって油断しててね、こうなっちゃって驚きました。はい。ということで、こういうこともありますので、まだ、10日経ってないと思いますけど、こうなりますんで、気をつけてください。はい。ということで、まあ一応注意喚起ですかね。はい。まああとこういうことがありましたというね、ことで、共有させていただきたく思います。はい。まあ、商品自体ね、別に悪くもないんですけど、こういうことがありましたと。一瞬ね、この野郎アイリスフーズってね、思いましたけど、保存方法っていうのね、しっかりね、書かれていて、うわ、確かに、外袋開けて、ちょっと管理は悪かったかなというふうにね、反省しました。はい。ということで、以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。あ、これクレームとかでは一切ありません。私の保存方法が悪かっただけです。はい。ということで、以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. Bye bye.